広島&巨人ファン、4時間何を見てたいや。しょうもない4時間。何その終わり方。スイダウンの勝ったらいけないやつかな。負けなかったからよし。また打線がやばいな。休み前にこんなクソ試合したらそれ現地来ませんわ。野球をもんねー。現地民が一番かわいそう。点を取られなければ負けない。確かにそうだけど、こんな試合続けてたら投手持たないぞ。またチーム防御率が良くなるのか。最低最悪な試合のドローだな。飛ばないボールでめっちゃ助かってるんだが試合がつまらなすぎる。阿部がこの試合をどう評するか。負けなくてよかったなのか、勝てた試合を引き分けてしまったのか。よそは点取り合戦してんのにないやこれ。横川は牽制だけで飯食っていけるわ。まあ頭のせいにして巨人さん仲良くしようや。本物のクソ試合。それもこれも長打がないからやろ。みんな細いかちっこいか。なんか巨人のリリーフ1年でめちゃくちゃ熱くなってないか。小林対応してるからリードとかも影響はあるだろうが。1点0点1点0点、明日は1点の日だ。巨人のチーム防御率 1.72 ってすごいな。弱点だった投手は大幅に良くなった。